空振りしたようなスイングですよ。そうですか、うん、ちょっと変化はしてるんですけど、でも今変化したやつをちゃんと捉えてるわけですよ、はい。まあ、ちょっとあのピッチャーにプレッシャーをかけたね、そういうスイングに見えましたね、1球目の空振りは。まさにブランコと同じ傾向ですね、はい。さあここは原辰徳監督どうするでしょうか。5番の長野、先ほどちょっとご覧いただきましたが、マウンド上の須田、対右打者対左打者、その傾向がはっきりと出ます。左打者には4割2分1厘、右打者には1割8分5厘、うん、そうです、極端ですよね、まあ、右に対してのこう自信を持ってね、はい、こう投げていくのか、左はちょっとこうなんて言いますかね、嫌だなっていう思いで投げるのかの差だと思うんですよね、ただ今の長野へのストライク、ファーストストライクもいいコントロールです、はい。そうですね、まあ、スライダーっていうものをやはりこの右ピッチャーにこう投げてる、それがいいとこ行けばやっぱりこういう打率で収まってしまうんでしょうね、はい、右打者のね、今日は亀井、阿部、高橋、由伸、ボーカー、脇屋、以上のメンバーが左バッターです。ショートへ、ゲッツーは取るでしょうか。アンダーハンド、ちょっとボールが高く浮いた、長野全力疾走、ゲッツーはなんとか防ぎたいという全力疾走です。さあここでちょっとどうでしょう、今の長野のあたりも悪くはないように見えたんですけれども、先なんでしょうか少し。そうですね、うん、まあ、ちょっと飛んだコースがね、はい、もうちょっとピッチャーの足元であれば、センターへ抜けていった打球でしょうけどね、まあ、でもうまくは捉えてますよね。